じゃん。どうも、ひかりまんです。今回は、ついに、ウーバーイーツの映画が、公開。はい、というわけで、まず僕の自己紹介。2016年のウーバーイーツ日本上陸から、1週間遅れでウーバーイーツを始めた、通算配達回数約1万回、ウーバー歴5年の、スーパーベテラン配達員のひかりまんです。ということで、見てきました。東京、自転車節、焦げや、稼げや、生き抜けや。ということで、まず感想を言います。一言。まずね、一言で言うと、生きてる。この映画は生きてると思いました。僕はね、定期的に戦争映画見るんですよ。なぜかっていうと、生きてるって実感するために。戦争映画を見ると、うわ、俺生きてるわって思うんですよ。なんかこう、日々生きてるってことにフォーカスしないで生活してるじゃないですか。やっぱもう当たり前になってる。生きてるっていうのが当たり前になっちゃってるじゃないですか。それをね、いや、当たり前じゃねえんだと。明日死ぬかもしんねえし、今もう死ぬかもしんないし、それを再確認するために戦争映画を見ることによって、いつ死ぬかわからないその戦場の状態、そういう映像を見終わった後に、うわ、生きてるだけで本当に幸せなんだなっていうのを気づかされるんですよね。で、それとね、似た感覚味わいました。この東京自転車節見終わった後に。で、それと同時に、生きてんの分かった。でも金ないから生きなくちゃいけない、働かなくちゃいけない。でもコロナでこれどんどん仕事がなくなってきてると。じゃあ今すぐにでも誰にでもできる仕事がウーバーイーツだと。でね、このドキュメンタリー映画の主人公っていうか、ドキュメンタリー映画の主人公ってなんていうの、その監督ね、まあ、地方に住んでてね、仕事がなくなって東京に出稼ぎに来るんですけど、生きてんの分かった、じゃあ生きなくちゃいけない、で生きるためには金がなくちゃいけない、稼がなくちゃいけない、で仕事もない、で仕事がある東京に行くと、ですぐにでも始められるウーバーイーツをやる、漕ぐ、生きるために漕ぐ。ねリアルなんですよね、すごく。でこれね、誰が見ても面白いです。でなぜかっていうと、まずウーバー配達員が見たら、もう絶対あるあるネタにもなってるから、もう面白いと。配達員やってるとこういうのあるよね、とか。で、配達員やってない人でも、あ、こう、配達員ってこういう感じなんだ、っていうので面白いと。で、さらに、この映画ってコロナ禍のあるあるなんですよ。コロナの影響、受ける、受けてない。まあ、いろんな人がいるじゃないですか。収入減ったりとか、むしろ上がったりとか、そのままだったりとか。だけど結局それって、コロナ禍での出来事なんですよ。何が言いたいかっていうと、もう、全員コロナ禍の中で生活してんの、今。だからもうね、全世界の人、ま、例えば日本の東京に住んでる人が見てもめちゃくちゃ面白い。監督は地方から東京に来てるわけだから、地方の人から見ても面白いと。で、さらに世界から見てもめちゃくちゃリアルっていうか、もうそのまんまなんですよ。そのまま映してるから、コロナ禍での日本って、東京ってこういう感じなんだっていうのがわかるから、めっちゃ面白いんですよ。コロナ禍で生きてる人全員楽しめる映画だなっていうのは思いましたね。で、主人公、なんていうのかわかんない。まあ、監督自身のドキュメンタリー映画だから、その監督のことを主人公って呼びますけど、めちゃくちゃね、いい子なんだなっていう感じ。いい家族に育てられて、まっすぐ育った子なんだなっていう感じの主人公だから、がこう、どんどん変わっていくんですよ。東京に出て、ウーバーを通して、そのコロナ禍を通して、どん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 変わっていく。普通にウーバーのあるあるとしてもね、めちゃくちゃわかるところあるんですよね。ウーバーに対して、僕はもう1万回配達してるんですけど、そのね、ウーバーって本当に怖いんですよね。結局シフトとか何もないから、自分の好きな時にやる。あ、今日ウーバーイーツしてなってなったら、オンラインにすればもう注文が来ると。で、あ、疲れたと思ってオフラインにすればもう注文来ない。それを自由にできるんですよ。だからこの環境、最初はね、うわ、めっちゃいいじゃんと思うじゃないですか。でもそれに慣れていくと、どっぷり使って慣れすぎちゃうと、普通のバイトとか普通の仕事できなくなるんですよ。俺がもうそうなんだけど、この日のこの時間に来てくださいとか、もうできないんですよ。じゃあ5時から10時までのシフトですとか、それも決まりがもう無理。
コンビニバイト歴もめちゃくちゃ7年ぐらい長いんですけど、もうコンビニバイトとかそういうそこら辺のバイトには戻れないなっていう、そういう体になっちゃう。ウーバーとかウーバー的な働き方の仕事しかもできない体にさせられてしまってるんです。で、こうなってしまったら、まあ別にウーバー続けられる人はいいんですけど、やるもやらないも自分次第だから、ああ今日休みたいなって思ったらもう休めるから、なんか目標とかないとだらーってなっちゃう。ダメ人間製造機になりがちなシステムというか、ウーバー最初はゲーム感覚でね、働いてる状態と待機の状態、待機時間は何やってもいいから、労働と休憩のその境目がね、めちゃくちゃ曖昧なんですよ。多分それのせいだと思うんだけど、切り替えというかメリハリがどんどんなくなってきて、で、あと、結局ウーバーってこの運ぶだけのこの単調な作業だから、飽きるんですよね。そう、目標を持って長く続けられればいいんだけど、飽きちゃった時にもうどうしようもなくなっちゃうんですよ。ウーバーは飽きてるし、他のバイト行こうと思ってもそういうもできない体になってるから、でそうなった時になんとかウーバーやらないとと思って、目標をなんか自分でこの企画作って、ウーバーのこう配達エリアがあるんですよ。その東京のエリアを、一周するまで帰れませんみたいな、別にカメラも何も回さずにねやったりとかしてたんですけど、いやこれだったら YouTube とかやった方がよくねってなって YouTube 始めたんですよね。で YouTube の企画だったらウーバーやるかなみたいな、ここでちょっと繋がってくるんですけど、結局働かなくちゃいけないと。ウーバー飽きたっつっても、もう他のバイトには行けないから、ウーバーやるしかない。まあ、もうウーバー諦めて、他のバイトやって元に戻すっていう選択肢もあったんだけど、ちょっとそれは面白くないなと。だったら、YouTube とかの企画でウーバーイーツやったら面白いんじゃないかっていうので、1日1万円稼ぐまで帰れませんとか。そう、だからそういう感じで、YouTube の企画であれば、ウーバーイーツやるかなっていう。うん、結局ウーバーはやらなくちゃいけないから。稼がなくちゃいけないから。食べなくちゃいけないんで。生きてるのは分かったと。じゃあ今後も生き続けなくちゃいけない、稼がなくちゃいけない、じゃあそうなったらどうすんのっていう、何すんのっていう、その点から言えば戦争映画はもう生きてる、これだけで感謝だっていうことで終わるんだけど、この東京自転車節は今生きてる、じゃあでもこれから先も生き続けなくちゃいけないからどうしていくかみたいな、その先を考えさせられる映画というか。でね、いろいろね、面白いんですよ。その主人公がね、またこの、まっすぐな、いい子だなっていう感じの人なんで、その人から、ストレートに、発せられる感想とか、そういうのもね、めちゃくちゃ良くて。で、なんだろう、こういう人が、一人一人こういうコロナ禍においてこういう物語があるんだなっていうのを思いましたね。コロナ禍において3つの人間に分かれると。何も変わらない人、売り上げとか下がってピンチになってそのまま落ちていっちゃう人で、逆にピンチになったけどそれをチャンスに変えられる人で、完全にこの監督はね、ピンチをチャンスに変えてますよね。だってコロナ禍がなかったらこんな映画作れてないわけだから、コロナで仕事がなくなったからこそ生まれた映画ですからね。で、一番ね印象に残ったのが、なんだっけな、正確には覚えてないんだけど、いやどっちだ、いやいいわ、リアル、リアルを、働く、金を稼ぐってことは動くってことなんだな的なことを言ったんですよね。それがねすごい、やっぱ動かないと何にも始まらないなっていうのは思ったね。もう全然動いてないじゃんみんな。やっぱ動かずにさ、テレワークとかで働けるようになったけど、結局でも動かないとダメだぜっていう、人間は動かねえとっていうの、そこが一番ね響いたね。ということで、コロナ禍で生きる全ての人間に見てほしい映画ですね。どうしようかね。